で、どうも、はじめきゅうして、マリオメーカー2雑談ってことでね、なんかゲーム評論家みたいな感じで喋ります。ゲーム評論家みたいなその設定で喋ってるから、別に真意じゃないってわけじゃないんですけど、今のは普通に、なんだろうな、保険ね。もし俺がマリオメーカー2オンラインに、マリオメーカー2になんか言ったらさ、文句言うとして、加藤純一さんの放送を見てたんだけどさ、すごいなんか、まあ、これからアップデートで良くなるのかもしれないけど、ハイエナがいるじゃん。最後も、まあ、今終わったので、もう最後の最後にね、鍵を奪ってやったっていうのもあるけど、なんか、確かに、まあ面白いとは思うんだけど、ラグがすごいひどいしね。マリオってやっぱラグがあるなんて思ったことなかったし、ぶっちゃけマリオやるのってラグがないからやるわけじゃん。今考えたらさ、いや、そんなわけないけど、今思うとすごいマリオって快適なゲームだったんだなっていうのは思った。で、マリオメーカーオンラインはそもそもなんかマリオメーカーでオンラインでみんなと競わなきゃいいと思うんだよね。よく考えたら今回の失敗点で、そのやっぱ素人って言い方は悪いんだけど、そのコースの調整ってやっぱ一人でできる部分ってすごい難しいと思うんだよ。それをやっぱそのなんかやれればいいのになって、なんかあともっとさ、境界点も増やしてほしいよね。別にあってもなくてもいらないんだけど、そのなんかマリオメーカーも、マリオメーカー、そのマリオオンラインっていう、今なんかマリオのマリオバトルロワイヤルってあるじゃん。まあ、あれをさ、もっとしっかりとしたさ、そのスプラトゥーンみたいな感じにすれば俺はいいと思うんだよ。それだとまあマリオの誇りっていうけどさ、面白いゲームを作るためそういうのだとなんかハイエナ行為っていうのがあるわけで、まあ、それをまあ容認してるんだろうけど、なんかそれって違うじゃんっていうのはなんかあるよね。マリオのブランドを傷つけてるっていうか、スプラトゥーンも確かにイラつくけどさ、別にそこまでひどいことってないじゃん。まあ、たまにラグがひどすぎるやつがいたりとか、そういうのはムカつくかもしれないけど、今回のはなんかすごいダメなやつがいるじゃん、なんか。あと不具合がいっぱい。まあ、それはだって発売してすぐだから、でも改善点いっぱい見えてきてるからね。でもちょっとなんか詰め込みすぎた感じあるのに、なんかその、なんつうんだろうな、あんま対応してないよね。別にマリオメーカー自体の2とは言ってるものの、まだまだ増やせるじゃん。まあでもそれやらないんだろうね。コンプリートエディションみたいなさ、マリオメーカーコンプリートパーフェクトみたいなのでさ、そういうのも作れればいいね。なんかもう全部のマリオ遊べるみたいな。全部のマリオシリーズをそのマリオメーカーできると。まあ 2D マリオオデッセイとかもできたら面白そうだなって思うよね。マリオ64もになるし、そこまでいつかやってくれるとは思うんだけど、なんかそのマリオのスマブラみたいな、なんか今スマブラってその言っちゃえば宣伝なわけじゃん。バンジョーとカズーイ、まあ名前はしか知らないけど、まあ別にバンジョーとカズーイは、そのバンジョーとカズーイ出てほしいなって言ってみんなが言ってるから、そのキャラクターいるんだってなって俺も知ったし、だマリオとかでもさ、そのなんて言うんだろうな、マリオ自体の宣伝っていうのも俺面白いと思うんだよね。なんかマリオ自体の宣伝っていうか、6つの金貨とかさ、マリオランド6つの金貨とか俺やったことないんだけど、やっぱそういう俺みたいな若いやつが知らないゲームを、あ、これ遊びたくなるなっていうようなものを作ればいいのに、全然何もやってないからね。よくよく考えたら。確かになんか、いろいろ増やしたとはいえさ、境界点も少なすぎじゃない？まずその。境界点もすごい少ないし、マリオ口雑談みたいになるけど、でもまあこれから良くなってくんだろうね、任天堂のことだから。任天堂信者すぎるけどね。なんか、でもそれは本当はやりたくないんだよね。コンプリートエディションみたいなさ。だって俺じゃん、スマブラだってさ、もう全部のゲームキャラ出しますって言ったらさ、もう次回作出ないじゃん。今回スペシャルだいぶさ、いろんなキャラクター出してるけどさ、本当に全部出して、なんかなんだろうな、スマブラの、なんだ？
あれみたいになっちゃう。スマブラの、いやスマブラじゃない、ネットであるじゃん、何でもファイターズみたいのですごいキャラが多いみたいな、ああいうのになっちゃうよね。でもスマブラもいつかそれくらいになるんだろうね。マリオシリーズでさ、クリボー、クリボー、ノコノコ、サンボー全部使えるよみたいな、そういうの来るのかもね。クッパ使える、クッパジュニア使えるみたいな。いやでもそうだったらさ、やりすぎなくらいやってほしいけどね。でも今回のスマブラスペシャルだって相当やりすぎてるけどね。バンジョーとカズイ出たしすごいらしいし、ドラクエの勇者も出たし、ペルソナ俺やあんまやったことないけど、まあこれを機にやってみたいとは思うけどさ、まあ、すごいキャラ出てんじゃん。あと4とこう何が出んだろうね。何でも出すじゃん、それってすごいね。なんかゲームのキャラクター博覧会みたいな感じでそこまで行ってほしいけどね。ジーノ出んのかな、出ないと思うな。ジーノって出なくない、出ないでしょジーノは、さすがに。あとなんか俺マリオ RPG もっとなんか作ってほしいよな。なんか今マリオ RPG あるけど面白いのかな、あのルイージのあれ系面白いのかな、やってみようかな。なんかもう RPG 出さなくなったよねマリオのさ。なんかね、でも邪魔こお邪魔行為っていうのもいいのかもしれないけど、まあでもみんなでバトルって言ってるくらいだからね。でもそれはいいのかな。まあでも何ゲームにそんな熱くなってんだってね。いや、やっぱなんかそのある程度基準を増やすべきだと思うんだよね。やっぱそのヒップドロップ2回とかね、ヒップドロップ1回、ジャンプ1回で鍵が取れるとかさ、そういうのにした方がいいよね。ヒップドロップ1回でその取れちゃったらさ、でも逆転要素っていうのは少なくなるんだろうけど、取れないわけじゃないけど、マリオのサイズによって違うみたいな。でもそれだとチビマリオ不利になっちゃうから最低2回みたいな、そのアイテムを取る意味が出るみたいなね。パワーアップが強ければ強いほど、その仲間内のその体勢も強くなるっていう、そのパワーアップが剥がれるわけじゃないんだけどみたいなとかも面白そうだし、やっぱ直しがいはめちゃくちゃあるよね。何もしないくせに、ね、偉そうだね、ザ・ネットの意見みたいな、嫌なやつだけどさ。でもやっぱ何でも調整だからね。これから俺は普通にうちの通信弱者すぎて、さっきはめちゃくちゃ面白かった。クリアした瞬間に通信が切断されちゃったから、俺がやったー初勝利ーって言った瞬間にクリアされちゃって、別に慣れてはないけど、うち回線弱者なんだなって。早く 5G 普及してほしいなって思ったけど、 5G 絶対普及しねえかんな。でももしかしたらさ、なんか今さスタディアとかいうやつとかあるじゃん、あれってもしかしてチートなくせんのかな。あれサーバーの情報を向こうで処理するってだけだから、多分チートできなくなるよね。多分できなくなるんじゃないかな。チートってこの機械自体に干渉するものだから、サーバーが向こうにあったら多分チートできないのかな。なんかその公式チートみたいのを出してほしいよね。なんかちょっと時間経ったり同時発売でさ、公式チートっていうかさ、公式にむちゃくちゃして遊べますよみたいな、マリオメーカーじゃないけどさ、そういうの出してほしいよね。俺マリオデッセイ、俺は手持ち無沙汰なんで、そのマリオデッセイ、ちょっと頭おかしい人なんですけど、そのマリオデッセイのマリオのアクションが、あのね、なんすかこれ、なんて言うんだろうな、帽子アクションが好きすぎちゃって、俺すごいハマっちゃってずっと遊んでるんですけど、そのマリオの帽子って一回飛ばして、その飛ばしたその帽子を踏むと、踏めることができるんですよ、マリオデッセイって。でも2回目その帽子を踏んだ状態でまた帽子を出してそれに踏もうとすると踏めないんですよ。何を不満がってんだよっていうかもしれないですけど、
そクリア後でもいいから、なんかそのこうずっとできるみたいなのとかも欲しかったけどね。なんか求めすぎちゃってるのかもしれないけど、別に一応全クリしたから、マリオデッセ好きすぎて星999個集めたし、一応なんかよくわかんないクッパも倒したし、あでも残るとしたらチャンピオンシップか。うん、チャンピオンシップはねほぼズルみたいなやり方で勝ったんで、最後のステージをクリアするって道も残ってるんですけど、別にそういうんじゃないじゃん、なんか歯応えがないって言ってるんじゃなくて、なんか帽子に能力つけてみたりしたら、もうそれじゃマリオじゃなくなるのかもしれないけど、そのなんかマリオの基準ってのもあるのかもね。やっぱなんか神父という全年齢対象じゃなくなるか。じゃあそっか、そういうのもあるのか。めんどくさいね、腰めっちゃ痛い、あお尻めっちゃ痛い。いやでもマリオメーカー2まだまだ伸びしろありますよ。でもやっぱラグ問題はどうしようもできないよね。だからこれが何年後かにさ、そのサーバーで処理できるっていうのになったらすごいよね。もしそれでさ、なんかみんな、まあ、どうせ協力はしないんだけども、すごいサーバーをいっぱい集めたものがどっかに作ってさ、それで全部処理で、でもチートとかも大幅に減るでしょやっぱり。チートってこのパソコンがそれがいけないんだから、向こうで処理して返してくる分には別に大丈夫なのかもね。そう考えると夢が広がるよね。まあマリオメーカーもなんかマリオメーカーで別にオンラインしなくていいんじゃないかなっていうのがあった。うん、だってそのやっぱ欠陥って言い方悪いけど、その人間一人でできないじゃん。そのマリオのコース作りのチェックとかってすごい時間かかるわけじゃん。人間一人では作れないわけですよ。その、ま、あと超オタクね、とんでもないマリオメーカーの才能を持ったオタクくらいじゃないと、やっぱそのしっかりとしたコースって作れないし、あと普通になんか見てる限りだと、せり上がってくるマグマを一段にすれば、そのなんかねマグマバグじゃないけど、一人用のコースになっちゃうと、その全員がその復帰した時に誰かがまだそのせり上がるタイプのやつに登ってる時に、そのマグマがずっと出ちゃう、ずっとせり上がってこうさ、今クリアしようとしてるプレイヤーがいて、そこでミスしたプレイヤーは初めからになってっていうのになると、ずっとせり上がって、そこをその土管移動すると出れなくなるっていう、まあ、バグがあるんですけど、バグじゃない仕様なんだけど、まあそのせいでね、だからマグマ1段にすりゃいいんじゃないかなって思うんですよね。まあその見栄えは悪いんだけど、マグマ1段にすればさ、その人だけはダメージを受けるし、でも見栄え悪いけどね、うん、だいぶ見栄え、マグマいっぱい満パンなのが理想なんだけどさ、でもマグマ1段、うん、でもそのみんなコース用のためにトゲトゲバーが移動するみたいな、そういうのにすればいいのかもね。マグマとかに、そのでもそういうのこだわりたいけどね、がどうするんだろうね。で人によって見え方が違うみたいな、全員が同じコースを共有するがゆえの弊害みたいなのがあるけどね。まあ向き不向きっていうのはあるかもしれないけど、うまいこと、まあ見栄えは悪くなってもやり方できる。あとハイエナ行為っていうか、その略奪行為、もうそのもうちょっと防御力上げてほしいよね。全員一発で取れちゃうってなると、あでも防御力あるのかもしれないけどさ、ヒップドロップで、でもなんか一発で取れてる感じしないから、多分ヒップドロップ1回なんだろうね。うん、でヒップドロップにも耐性つけてほしいよね。なんかそのなるべく堅実にプレイしてほしいけどね。うん、それと全員用のなんか赤コインを取るみたいな、赤コイン全員が取れるよみたいにすりゃいいんだろう。そういうのがなってない感じはするじゃん、なんか。あでもまあ単純な向き不向きなんだろうな、コースのそのなんだクリア設定のね。一人で楽しむ分にはいいんだけど、まあ、だから今度多分実装されるのは、みんなでタグ、みんな言ってたからね、みんなでタグっていう、そのみんなでバトル専用タグみたいな、それ実装されてないっぽいからね。でも今頑張って作ってんだろうね、あっちの人たちも大変だね。でもまあマリオオンラインの試作としてやるのはありだって。でも今なんかね、
無断でなんかバトルオンライン、マリオバトルオンライン、マリオロワイヤルやられてますからね。でも別にそんな面白くないけどね、マリオバトルロワイヤルは。面白いのかな。絶対あのマリオメーカーオンラインの方が面白いとは思うけど。でもマリオ、でもそうだ、そういうのを危惧してやってんのかもね、あっちも。スプラトゥーンとは全然違うからね、なんか。スプラトゥーンだったら同じコースでも全然違うから、同じコースでもいいんだけど、マリオになると動きが 2D だからさ。だから 3D マリオで、そういう 3D マリオ合戦みたいなのができたらね、楽しいだろ。やれることいっぱいあるね、まだまだ。可能性がどんどん広がって。でもオンラインのラグってどうしようもないよね、なんか回線の問題だからさ。だからこれから 5G です。 5G が何なのかよくわかんないけど、でなんか 5G 戦争とかやめてほしいよね、争いとか。いいものをなんかね、そんな、それでなんかね、変な人に渡ったらめちゃくちゃ高額になっちゃうんでしょ。適当なこと言ってますよ、多分違うんだろうけど。まあでも 5G 手に入ったらガッポガッポなんだろうね。でもマリオメーカー面白いけど、俺が回線弱者だから全然できない。有線でやった方がいいね、なんか。有線持ってないけど、まあこれ専用に買うみたいな考えられるかもしれない。まあそんな感じですね。でもマリオメーカー面白いね、作るの面白いし。俺のクソコース全然配布してないけどね。別に配布すんのはどうしようかな。まあいっか。まあ、でもマリオメーカーオンライン、マリオメーカー面白いね。面白い。マリオメーカー。ワンやったことなかったんで。すごいよ、ここの詩は。ね、文句言ってるけど、やっぱ面白いね、マリオね。マリオ全然さ、最近マリオです以外のマリオやってなかったから。楽しいでございます。文句いっぱい言っちゃったけどね。これからもね。お願いします。楽しいゲームありがとうございます。な、俺の回線が弱いせいでね、みんな困らせてるわけじゃないですけどね。3回くらいしかやんなかったんですけど、多分俺の回線が悪いんだと。やばいね、回線弱者ですと思うって言って、みんなが俺にヘイト向けたらどうする。悲しいよね、それは。